里崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。いやー、最近スポーツ、はい、盛り上がってますね。盛り上がってますね、野球が終わってね。はい、野球終わってもだって最近ラグビーすごいわーってきてましたし、ね、ラグビー良かったっすね。ラグビー好きなんですよね。めちゃくちゃ好きでしたね。ベスト8、はい、十分じゃないですか。いや、ですよ。だって勝てないって言われた相手に勝ったりとか。しかも初めてですからね、予選リーグ突破したの。しかもね、はい、僕の後輩が7人出場してますから、はい、何の後輩ですか。帝京大学っていう広くくりの。あ、なるほど。だってスタメンでもね、はい、ジャッカルで姫野くんでしょ、はい、でスクラムハーフの流れくんでしょ、うん、で12番中村亮斗、うん、であと2番のねフッカーの堀江くんでしょ、はい、でそれとあとスターティングメンバーは出たかな、あとベンチにねツイーでしょ、はい、で松田くんでしょ、うん、でそれとこれで忘れたら大変なことになるんですけど、ねあ、どれとかな、あれ6人だったから。じゃあもし7人だった場合はちょっとここに出していただいて。忘れてた方はちょっとすいません。すいません。はい、すいません。でも結構すごいですね。帝京大学すごいじゃないですか。そうですね、はい。だからまあ見ててもね、大学時代の時の彼らを見てるんで、うん、まあ、楽しかったですね。見てても。でもね、強かったですね。そうですね。あとボクシングの井上尚弥君も、うん、5年後の試合、はい、ダブあのプレミア12そっちのけで見てましたよ。うん、最後ね、プレミア中にね、見てくださいよ。いや、あ、2画面で。あ、すごい規模ですね、2画面で。2画面で見て、だ最近スポーツ界すごい充実してるじゃないですか。そうですね、最近フィギュアもね、ロシア勢が強いんですけど、はい、今日はですね、はい、練習の仕方です。はい、スポーツの、はい、野球のじゃなくてスポーツ全般です。全般ていうか、もう生きていく上での努力のやり方教えます。おお、これはちょっと聞きたいですね。はい、ちょっと世の中、はい、最近量より質やみたいな、よく聞かないですか。よく言いますよね。なんかもう量って昭和やみたいな、うんうん、なんか量より質やろみたいな、よく聞くじゃないですか、うん、はい、まあ、そんなこと言ってるやつは多分自由になれないです。トップになれないです。え、なんでなんでね、量なんですか。え、でもやっぱ質派ですか、どっちですか、浜川さんは。いや、でもやっぱり、まあ、量も大事ですけど、うん、質も大事じゃないですか。もちろん。だって何も考えずに、まあ、前何かで言ってたんですけど、うん、何も考えずに素振りをしてても何の意味もないと、はいはい、なったらなんかこう身になることをやった方がいいと、うんうん、もちろん質派です。質派ですか。はい、袴田さんがどうか分かんないですけど、はい、世の中の量より質やって言ってる人、はい、ただ楽したいだけちゃうかっていう認識があるんですよ。ああ、なるほど。だからそんなにやっても意味ないやろ、長時間やったらいいっていう問題ちゃうんや、うん、まあ、パパッとやって終わろうぜみたいな。え、でもいっぱい量やるのも大変ですよ。そうですか、はい、僕量の練習の方が100倍楽やと思いますよ、うん、え、なんでですか。え、だって、はい、質の練習ってみんな簡単やと思うじゃないですか。まあ、質量より質みたいな、うん、はい、だからまあ短時間で質のある練習やった方が効率的だし、はい、みたいな、よく言うじゃないですか、うん、でも、うん、効率的な人って、うん、そもそも能力ある人ですからね。そうですね、そうですね、はい、能力ない人って、うん、質の練習やると量より長い時間やることになりますよ。ああ、なるほど。その質のいい練習をするのに時間がかかってしまうってこと。終わらないでしょ、その質の練習。はい、じゃあ野球で、はい、簡単に言えば、はい、じゃあピッチャーだったら、うん、じゃあインローインハイアウトローアウトハイと、はいはい、四隅にボール1個分の印ついてますと、うん、でそれに全4箇所5球連続ピッチングで当てたらもう終わっていいですよと、はい、ってだ、まあ、もし最短だと20球で終わりますよね、はい、いい質のいい練習ですよね。すぐ終わりますね、はい、でもこれ能力ないやつ永遠やりますからって終わんないですから。確かに。多分1000球ぐらいかかる可能性ありますよね。はい、確かに能力がある人はもうその質のいい練習がすぐ終わっちゃいますね。はい、うん、そうしたら、はい、能力のある人次何やるか知ってます、はい、また違うことやりますよね。帰らないんですよ、はい、能力ある人って質の練習を何個もやるんですよ、うんうん、はいはい、で結局量をやってるんですよ、はい、だからみんな量より質やって言ってる人、うん、なんかコンパクトによって楽しようとか早く帰ろうって思ってるんちゃうかっていう。なるほど。これだけやったから俺結構練習したよっていうことか。そうなんですよ。だから能力ない人は、うん、量の練習してる方が簡単なんですよ。量より質やって言ってる人、うん、その量の練習真剣にやんないから質上がんないんですよね、うん、量より
ょっと待ってね、教えてください。何の話ですか？これ私頭が弱いのか考えてるとどういうことだって分かんなくなることがあるんですよ、はい、だから能力を、うんうん、があるないかかわらず、はい、量の練習を、はい、その中で質を見出して必死にやると能力が上がるんですけど、はい、量の練習意味ないと思ってダラダラやると能力が上がらないんですよ、まあ、ただただだから素振りを長い時間いっぱい振ってるけど、はいはい、質がそんなにだからまあよく言うじゃないですか、なんか素振りなんて100球200球すればいいわけじゃないんやと、うん、ピッチャー想定してしっかり振って、うん、あのピッチャーイメージしてタイミング取ってしっかり打ったら30本でもいいやって言うじゃないですか、うん、はいはい、よく、うん、だからまあ要は簡単に言うと100本200本振るのが量、はい、真剣にシチュエーションを考えてピッチャー見ながらタイミング取ってやる30本が質みたいなの持ってるんですか、はいはい、で本当にその30本で終わったら、はい、そいつ絶対能力上がんないですからそうですねその質のいい30本じゃなくて質のいいのを100本やるんですよ、やらなきゃいけないっていうことを言ってるだけで、はいはい、あの質の料理室やって言ってるやつ、うん、その質のいい30本でやめるんですよ、はいはいはい、それは能力上がんないですよ。なるほど、だ言わせてみれば質のいい練習を量やれってことだよね。そうだ、それです、それです。だから量大事なんですよ、うんうん、フィギュアとかでもそうですけど最近ロシア勢が強いんですよ、はい、4回転ジャンプバンバンやってるんですよ、はい、でもそこ3歩70っていう国営のスポーツ強化施設があるらしいんですよね、はい、まあ、フィギュアとかレスリングとかいろんな競技やってるんですけど、うんうん、そこでその今15歳のフィギュアの女の子が毎日7、8時間練習してるらしいんですよ。へー、そんなに。うん、もう女子で4回転って、はい、ほぼ確実止めるのロシア勢しかいないんですよ、はい、しかも 2,3 人いるんですよ、うん、その彼女たちが1日 7,8 時間練習してるんですよ、はい、世界の今トップオブザトップですよ、うん、7,8 時間、うん、質ですかっていう重視質のある量ですよね。そうですね、うん、だってフィギュアの15歳の女の子が世界の頂点に立つために国内リーグを突破することの方が難しいらしいんですよね、はいはい、それが毎日7、8時間練習してるんですよ、うん、それが2時間しか練習しなくて勝てんのかって話なんですよ、まあ、すごく質がいい練習をしてたとしてもそれを2時間やるだけじゃ、うん、もう勝てないですよってことですね。勝てないんですよ、うん、でしかもなんかよくね言うの練習って体を動かしてることだけが練習って言うんですけど、はい、こう頭の練習もあるじゃないですか、うんうん、だから体を動かさなくても練習ってありますよね、はい、だそういうのを1日24時間使わないと、うん、だから僕言うんですよ、これすっごい厳しい言い方ですけど、うん、能力なくて結果出ない人いるじゃないですか、はい、でもめっちゃ努力してるっていう人いるんですけど、うん、寝てますよねっていう寝ちゃダメなんですか？いやだから頑張って寝る時間を遅くして、まあ、もちろん効率下がったりとか、はい、クオリティ下がったら意味ないんで、うん、やっぱそれ睡眠時間も大事ですけど、はい、いや必要以上に寝てませんよねっていういやでもその分からない人っていうのはどうやったら質のいい練習ができるのかどうやったらそのうまくなれるのかっていうこともやっぱ分からない、いや分からないから分からないと悪いんだって考えて、うん、考えた上で自分でトライしてみて、うん、でやった後どうかを計上しながら毎日考えないと、うん、妄想をエンドレスでしないと、はい、なるほど。僕の一番得意なやつは妄想ですからね。へえ、何妄想してるんですか？いや何でもめっちゃ妄想しますよ。何でも妄想って自由じゃないですか、はいはい、誰かと付き合うとかもありですよね。誰かと付き合ってるんですか？頭の中でもうこんな親父になってそんなことはもうしないですけど、はい、若い時いやもうじゃあ大げさに言ってですよ、はいはい、43歳のおっさんが、はい、いや長澤まさみちゃんと付き合ってんだよねっつって妄想してたらもう病気いいじゃないですか、それも自由ですからね。いやそこまでちょっと妄想できなかったです。いやでもそれを妄想するじゃないですか、はいはい、でもいいことだなって私はすごく思うんですよ。それも本間さん妄想してるんですか？誰と付き合ってるんですか今？いやいや誰かな、ちょっと待ってね松坂桃李かな誰も笑ってないですやばいやばい怖い、誰も笑ってなかったです今。今めっちゃ一人のに一瞬ここが南極かっていうぐらい寒かったです。森藤さんめっちゃ携帯いじってます人の名前出すっていう怖い怖い、いいなと思うだけで、でもそういう妄想することによって、はい、こう女性とデートした時の、うん、そのやり方とか、あこういう時はこうしようっていう、うん、まあ、考えますもんね。そうですね、まあ、考える力も大事なんですよ、うん、だから24時間をうまく使っていくことが大事で、うん、そのなんか楽しようとか、うん、少ない時間で終わらそうって、うん、まあ、もちろん僕らのプロの時時間がないからちょっと1時間ぐらいパパッと練習していこうっていうのはもちろんありますよ、はい、でもそれを毎日やってたら上達しないんで、うん、やっぱりね質より量です大事なのは質より量だけど質のいい練習
量ってことですよね。そうなんですよ。だから楽したら終わりです、うん、どんなスポーツ見ててもめちゃくちゃやってます、うん、なんか今ね世の中ね、うん、部活2時間とか言ってる人がいるんですけど、はい、部活2時間で突破する人ってありません。そうですね。質のいい練習を2時間だったら上達するってまあ言われてますけど、うん、しないです。そんな突破する人聞いたことないですもん、うん、2時間しか練習しないでトップになった人、はい、うん、佐藤さんもじゃあすっごい練習したんですか、やっぱり。いやでも朝から晩までですもん。そうでしたね。12時間とかですよ、下手したら。でもそれでも上手くなれるかどうか分かんないですよね、はい、まあ、もっと効率いい練習したらもっと良かったかもしれないですけど、じゃあもっと短かったとは思わないですけど、はい、12時間をもっと身のある練習してたらもっとすごくなったかも分かんないですね、うんうんうん、だって東大入る人とかめっちゃ勉強してるじゃないですか。まあ、1日10時間以上って言いますよね。1日10時間以上勉強してすごい有名大学行くわけでしょ、うん、はい、それが1日2時間しか練習しないでプロになれるわけないやろって、はい、そうね、ちなみに袴田さんは学校に入るときの勉強どれくらいしたんですか。私は本当に勉強をする才能がなかったんですよ。ほう、あのなんていうんですか、長くもう持たないんです私は。ほう、私努力すごい苦手なんです。あ、自慢ですね。私努力もしないし勉強嫌いでしたけど、あー、ぐらいは楽勝で入りますっていう。あ、やばい、それで取られるか。いやいや、ちょっとあ、そう取られちゃうから。そういうことですよね。努力がすごい苦手な私ですけど、うん、1日あの 6時間ぐらいはやった。あ、でも結構したんじゃないですか。うんうん、それはですよね、学校の時間をどけてですよね。学校で6時間って僕でもしますからね。学校、いやいや、放課後ってことですよ。だってか、私毎日6時間勉強しますって学校で6時間あるんでって、それは俺も一緒。あ、1日6時間やってないで私。1時間何時間ですか。4時間ぐらいはやってたかな。はあ、まあ1日4時間ぐらいで入れるぐらい頭が良かったってことですよね。あ、じゃあそういうことにしておきましょう。